最新号ができました。今月の表紙はじゃじゃーん、ハニーレモンソーダのうかちゃんです。かわいい。今月の付録はじゃーん、ラブトキシック×リボンシャカシャカトートバッグです。大人気ブランドラブトキシックさんとのコラボバッグになってます。そしてそしてじゃじゃん、リボンヒロインブックでーす。かわいい。詳しくは配信中の付録紹介動画を見てね。今月の扉絵を紹介していきます。まずは村田舞先生のハニーレモンソーダ。爽やかだよね。見て見て、超ヒット。累計900万部突破、おめでとうございます。続いて蓮見優子先生のお家に帰ろう。晴れてカップルになったじゃん。そっからのね、もう超ドキドキの今月ですよ。付き合ったのにお姉さんもまだ同居してんの？あれれ、なんかまだ2人いるぞっていうところも注目してね。続いて原作文川芳乃先生、作画田代美也先生のミオの名のもとに。すごい素敵。いつも思うけど色使いがすごく好き、うん、続いて木下穂香先生のレオと三日月。ゆかりちゃん、千秋くんのこと好きって自覚しちゃったんだよね。頑張ってほしい、あかりちゃん。続いて坂井舞先生のハローイノセント。ミリーゴーランドに乗ってる。少しずつトライアングルが形を変えるってことで、はい、ビターな青春に視線集中。みんなもビターな気持ちになってね。続いて黒崎みのり先生のウイコン。かわいい。相変わらずかわいいね。なんか制服久しぶりな気がする。なんかね、確かに、ね、よくドレスが多いけど、うん、かわいいね、やっぱり。次は浅香典子先生の吸血鬼とバラ少女。どうぞ完結、最終回です。悲しい、めっちゃ寂しいけど、なんかもうこの二人幸せになってほしさしかないから。3年間浅香先生本当お疲れ様でしたっていう感じです、最終回記念としてキューバラフィナーレセレモニーも5ページで大特集がありますので、そちらも皆さんぜひチェックしてね。次は原作脚本さくらももこ先生、作画さくらプロダクションの小萩ボタン先生のちびまる子ちゃんです。今月はピクニックを塩の巻ということで、うん、ちょっとまるちゃんもおめかししてなんか森の中にピクニックに出かけているのかな。続いて春田奈々先生のキスで起こして。あれ、今回はののちゃん。そう、今回はののちゃんなんだ。やばい、二人じゃん。そう、なんか付き合うことになってたから。でも期間限定でしょ。そう、ちょっとそこがね、どうなっちゃうのか大注目です。次は小吉先生のルルテル、ルル魔法学校においでよ。ね、どこちょっとずつ成長してますって感じる。可愛いセリフがある。そしてそしてリボンマスコットコミックスルルテル1巻が4月25日月曜日に発売予定です。もう1巻、すごい、ね、早いね。早い、楽しみにしててね。次は池村光先生の春雨と恋模様。今回は弟たちがずらりと並んでますね。弟たちがまたすごいかっこいいよね、みんなね。そう、かっこいいしかわいいし、かわいい、もうなんか退屈しないの。次は前川亮先生のアニマル横丁。あ、今回カラーだ。そう、今回カラー扉で登場しました。うわー、なんかすごい新鮮じゃない、かわいいよね。で、待望の22巻は4月25日月曜日発売です。続いて石川恵美先生の絶叫学級転生。赤く赤く赤く染まる。え、赤ってこんな2ページがあったんだね。次は佐々木直先生の放課後は君の彼女。めいめい、個人的になんだけど、こういうなんか抜け感がある感じの表紙がめっちゃ好き。そしてそしてイチャイチャマックス最新2巻が4月25日月曜日発売ということです。次は大谷理恵先生の君色の恋。二人の仲が急展開ね。しかもクライマックス目前。目前。みんな最後まで君色を見届けて。最後は小林幸先生の骨なずいまで愛してね。なんかミミちゃんなんだかんだすごいルイくんのこと大好きで、けなげなのがめっちゃいいなって思ってる、うん、でルイくんもなんだかんだミミちゃんのことすごい好きだよね。だからなんだかんだ超お似合いカップル。そう、結局お似合いなの。ね。じゃあリボン5月号めくっていくよ。じゃーん、リボンキャラが着こなすラブトキシック春新作。これ全部ラブトキシックのお洋服を着てるってこと、うん、そう、これは全部春の新作のお洋服なんです。それをね、リボンヒロインがドドーンと着こなしてくれてて、しかもいくよ、うん、じゃーん、裏もビッグにお届けです。すごい、パ
ファッション雑誌読んでるみたいだね。ね。それでね、ちょっとここに、今月の付録のシャカシャカトートバッグを二人が持ってコーディネートしてくれてるから、すごい。彼氏彼女のコーデの参考とか、自分だけのコーディネートの参考にもなるので、じっくり見て楽しんでください。続いて、こちら。春の大増刊号リボンスペシャル。大好評発売中になります。発売中です。かわいいんだけど。ハロイのの表紙がすっごいかわいいね。そのさ、うん、厚み見たいんだけど。よっ分厚っ。900ページ、ね、辞書みたい。春休み、これで朝から晩までリボンだね。そう、ぜひぜひチェックしてね。続いて、じゃーん。あ、知ってる。なんとなんと、ジャンププラスで大人気配信中のスパイファミリーが、この度、最注目のテレビアニメ化ということで、楽しみ。そして、リボン作家さんが、アーニャを書き下ろしてくれました。なんか見たらさ、あ、これは、あの先生が書いたアーニャかなっていうのが、すぐわかるの。そしてそして、スパイファミリーのアニメは、4月9日土曜日の23時より、テレビ東京にて放送が開始されるようなので、そちらも要チェックでーす。続いて、新学期一番イケてるカラーペンリスト。不思議な面白いマーカーがあったり、本当に色々あってめっちゃ楽しかった見てて。さらにさらに、リボン、オリジナル、フリッカート作っちゃいました。このね、5作品のイラストが入ったペンが、今月プレゼントもやってるみたいなので、みんなぜひこれもチェックしてください。続いて、じゃん、作業用 BGM 動画配信決定。よく見てるよ。え、何見てるの？アーニャのさ、勉強動画ってバズってるよね。そう、居眠りしちゃったりしながらひたすら勉強してるね、動画があるんだけど、なんとリボン作品でも配信決定したの。すごーい。まずはこの2作品、キスで起こしてとミオの名のもとにが配信される予定です。ミオだったら水の音とか流れてくるのかな。ね、楽しみじゃない。水の中の不思議な落ち着いた雰囲気の中で、多分ミオちゃんが本読んでるんだろうね。右下を見て、さらに3作品配信が確定してるの。どの作品かわかるかなってことだから、みんなも予想しながら楽しみに待っててください。続いて、じゃじゃーん。4月号から2号連続でやってる、リボコレが今月は初めてメイクを大解説しております。本当に今回もう基本の木っていうところに立ち返って、今更聞けないみたいな、わからないところとかまで全部丁寧に解説してみました。そもそもメイクって何なのかとか、そういうところから始まり、こちら、もうね、スキンケアから、化粧水とか乳液をどう塗るのかっていうところから、ベースメイクとか、で、アイメイク、細かく解説してるから、メイクしたことない子でも、これを見たら、ちょっと興味が湧いたり、メイクしてみようかなって思えたら嬉しいなって思います。で、最後のページは、一個ステップアップというか、して、ちょい足しメイクっていうことで、お休みの日をテーマに、アイシャドウを使ってみようとか、カラーメイクしてみようとか、映えメイクしてみようみたいな感じで、基本の木が学べた子は、こっちにも挑戦してみてもいいかなって思う。続いて、じゃーん！ TikTok スターに会いたい！今月は、メラニーちゃんに登場していただきました。すごいかわいい。この、なんか写真すごい素敵じゃない、おしゃれ。メラニーさんは、2022年3月時点で、フォロワーが 2.1 ミリオン。すごい！います。すごい！皆さんもぜひぜひメラニーちゃんの投稿チェックしてください。最新のリボンマスコットコミックス紹介します。まずは村田舞先生のハニーレモンソーダ19巻。900万部やばいね。今月のカイ君、優しげな表情がとても素敵。次は石川恵美先生の絶叫学級転生17巻。今月はヨミちゃんじゃなくてハルヒちゃんなんだね。ね、さらにさらにここにも書いてあるけど、英語回帰編が完全収録とのことで。あ、じゃあ丸々一冊タイムスリップしちゃう話だよね。そう。楽しみだな、英語回帰編。続いて、原作文川芳乃先生、作画田代美也先生のミオの名のもとに4巻。いやー、おしゃれ。人魚と王子様ってもう、その設定だけで人間、恋愛だけじゃなくて色々感じ取れるところがあって、すごくいい作品です。ね、次は、霞優子先生のお家に帰ろう第2巻。1巻よりちょっとこう、2人の距離がなんか、ね、縮まった感じのカバーで。ね。2巻はね、そういえばイケメン俳優が参入してくる感だから、こっちも要チェックだね、みんな。続いて、雪村光先生の春雨と恋模様、最後の1巻です。1巻。
傘がね、虹色っていうか、ちょっとオーロラなのが可愛い。本当だね。雨がこう降ってるのもいいね。うんうんうん。続いて、カルキハル先生の青タン、青谷先輩と私の探偵部活動。原作は北吉久先生です。このデコボコな二人の秘密の探偵部っていうね、ちょっとこう、ミステリーあり、謎解きっぽさあり、楽しい楽しいミステリー漫画だったなって。なんかさ、ミステリーって何回でも読みたくなるよね。うん。ぜひぜひお願いします。というわけで、今月のリボンマスコットコミックスの紹介でした。今月のリボン、とちゃん、どうだった？やっぱり最終回のキューバラがね、もう早く読みたくてたまらない。ねえ、ではでは、今月のリボンもぜひチェックしてね。来月もまた会おうね。バイバーイ。バイバーイ。最新のリボン5月超特大。